皆様こんばんは。皆様こんばんは。12月6日松代テレビ局よりしゃべくり松代をお送りいたします。本日担当の松浦でございます。よろしくお願いいたします。今日は師走というには暖かく、とても過ごしやすいここ信州松代よりお送りしております。では、今日のゲストを紹介いたします。認知症をもっと多くの人に知ってほしいという思いから、地域で支え合う環境づくりを目指しているボランティアグループオレンジキャラバンのメンバーの皆さんです。隣の田中佳代子さん、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。私たちオレンジキャラバンという名前で活動していますけれども、今超高齢化社会を迎える中で認知症と病気がとても増えていますね。そうですね、人がね、はい、85歳以上になると4分の1の方が認知症になると言われてるんですけれども、その認知症になってもその地域で安心して暮らせる地域づくりをするために活動しております。はい、それから向こうが丸山宇多子さん、はい、よろしくお願いします。から、帯名田美代子さん、はい、よろしくお願いします。それから、小山のりえさん、はい、よろしくお願いします。今日はオレンジキャラバンメンバー7人のうちの4人の方にお越しいただきまして、お送りいたします。実はオレンジキャラバン今はこう、4人女性だけなんですけれども、男性1人 の, メンバーで男性が1人入っておりまして、7人でやっております。田中さん、はい、オレンジキャラバンの活動の内容をもうちょっと話していただけます？そうですね、私たちお茶の間サロンとか社協のそういう講座っていうかね、催し物の時にちょっと呼ばれるとこのメンバー7人で、今日は4人ですけど7人で行って寸劇などを交えて認知症と病気を理解していただくために、そしてその理解していただいて地域で安心して暮らせるようにするために活動しております。今動画が入ってるんですね。はい、ちょっと見えませんかね、ちょっと小さくて、はい、この間活動していらっしゃったのが今映っております。大阪でやったのですね、はいはい。それから今日こうやって皆さんユニフォームですかね、はい、同じものを着ていらっしゃいますけれども、それはどんな形で今こういうふうにユニフォームになったんですか？じゃあちょっと、じゃあ私このオレンジリングからお話ししますね。はい、これオレンジリングっていうのは認知症サポーターになるとこのオレンジリングがいただけます。でこのオレンジリングをしている人は認知症という病気の良き理解者ということで、はい、認知症の方を温かく見守る人ということなんです。はい、はいはい、皆さんユニフォームです、ユニフォームは夏はね白で皆さん統一してやってるんですけれど、冬はねやっぱり暖かい色で、みんなでね楽しくやっていきましょうということで、そしてこれはこれも統一して、はい、なかなかいいじゃないですか。素敵ですね、はい、はい。そして認知症支援サポーターという活動をすることになったきっかけについてまた皆様にお聞きしたいんですけれども、田中さん、いかがですか？民生委員をやって、私は今メンバー民生委員やってるんですけれども、はい、そこでキャラバンメイトっていうその研修、はい、認知症を知ろうという研修があって、でそれぞれみんな自分の思いがあって、はい、その研修を受けたんですね。それがきっかけでこのオレンジキャラバンという活動になったんです、でみんなそれぞれそのキャラバンメイトの研修を受けるため の, そのきっかけというものがあると思うんですけど、ね、はい、じゃあ宇多子さんから。そうですね、宇多子さん。私ですね、私は近所にお嫁さんとおばあちゃんがいて、そしておばあちゃんがいつも私はご飯食べさせてもらえない、させてもらえないっていう人がいたんですね。そんなことってあるかしらと思ったんですけど、よくよく聞いてみたら、認知症が始まっていて、でお嫁さんをしっかり食べてもらっているのにって、そんなね悲しいことまで私に相談が受けたので、これは勉強してみようと思って。そうですか、はい、帯名田さんいかがですか？
私もあの似たようなきっかけなんですけど、やっぱりその私の自分の地域で本当に私の家の前をこう何週一日に何度も何度もこう回るんですよね。でそれで、まあ、認知症って分かってるんですけど、あのどう声かけていいかがね分からなかった、はい、それでこれはもうちょっとあの理解しないと、うん、自分では対応できないなと思って、それで講座を受けてみました。それで皆さん頑張ってこれだけ の, あの活動ができるようになったということですよね。あの実は私この間あの初めて皆さんの活動を見させていただいたんですけれども、本当に分かりやすくてあの、本当によくできていたと思うんです。でそれにはその工夫とか、それからあの分かりやすくするっていうことのあのいろいろ重ね工夫を重ねていったと思うんですけれども、その皆さんがあのその試行錯誤した過程みたいなものをちょっとお話しいただければと思うんですが、いかがですか。一番最初 の, あのパネルというのはとても小さくてね、1回目にあの去年12月22日にあの師匠の2階でやったんですけど、なんか小さくて分かんないよって言われたんですよ、じゃあ大きなのにしようということで始めたら、まず絵を描く人が2人もいたんですね。それであの保育園の保育士さんしてる方がいて、小道具を作る人もいたり、それぞれ特技を持っていて、いざやってみたらなんか素敵なものが出来上がりました。本当ですね。小山さんいかがですか。はいはい、私はあの見ていただいた最初の、ね、あの認知症のこの講座の導入っていうところで、あの紙芝居を担当したんですけれど、あの飯綱町で作成していただいた紙芝居をちょっと版が小さかったもので、あの拡大コピーをしてあののり付けしたりして、それであのそれ本当にその紙芝居のストーリーで、あの家族がその認知症のおばあちゃんに困ったり、それから地域の方がに助けていただいたりとか、 そんなそれとまた認知症を理解するという病気のことについても説明されてて、本当にあのいい導入になったかなっていうふうに思いました。そうですか。あの帯名田さんとあの丸山さんには、実は私たちもあの、真っ白の民話紙芝居というのであの紙芝居を作っておりまして、それに協力していただいたんですね。ありがとうございます。本当にあの町づくりのね、いろいろな場面で人と人とがつながってきていることがとってもあの嬉しく思っております。であの今までいろいろな会場へ出かけてあの活動された時の様子をあの写真で見てみたいと思うんですけれども、すいませんね、ちょっと、あの説明していただけます。はい、これはい、これはあの東町の上荒町 の, あの中屋さんって元あのお店をやってたところでね、認知症の講座を開くためのこれはチラシです。あ、そうですか。はい、はい、すいません。じゃあこれは、次から次へとちょっとあの入れておきますけども、はい、はい、お願いします。これはあのそれこそあの15畳ほど の, そのお店の中なんですけど、そこでみんなが並んで自己紹介をしているところですね。自己紹介ですね、はい。この間もすごく楽しかったですよ、これなんかね、みんなとてもよく笑っていただいて、笑いながらね、あの見ていただけて、これはあの認知症がうんと進んでしまうとあの自分の顔も忘れてしまうということで、一応の認知症のおばあちゃんが鏡に向かって、あの誰かいるよ、あの真由美さん知らない人がいるよっていう会話の中の一、鏡ですよね、鏡なんですよね、はいはいはい、手作りの、小道具です、はい。これはね、あの理解力判断力の障害が起きていくってことでね、あの認知症になるとこと考えるスピードが遅くなってこう2つのものが重なるとこう理解することができないんですね。それであのご飯おにぎり食べたらお薬飲んでねって言っても、お薬飲んでからおにぎり食べるのかなって、その場面をこの寸劇でやってるところですね、はい、あ、そうですね、はい。これは徘徊の場面ですね、はい、ちょっと中屋さんのお店小さかったので外まで行って徘徊してきまして ね、はい、お嫁さんがあの優しく、あ、ご近所の方が優しくそのおばあちゃんに声をかけているところですね、はい、唯一の男性ですね、そうですね、はい、あの今日欠席してますけど、伝田さんって方、はい、そういう人丸山歌子さんですね、あの認知症になると一番最初に気づくのは本人なんですけど、その苦しみを理解するのはやっぱり家族であると思うんですね。その場面ですね。はい。はい、じゃあ今度これ、ちょっとじゃあこれ外してもらって。あ、すいません。
これはあの西南民事協 の, あのところで保健センターでやった時の場面ですね。あの民事協6個あるんですけど、その民事協の100人ほどの皆さんの前でとても緊張した場面ですね、これは。はい、はいはい、これもやっぱり同じ場面ですね、はい、でもみんなとても楽しくできてよかったと思います、うん、はい、じゃあ最後にこれ、はい、これはあの11月17日にあの県庁の健康福祉課のところであのちょっと声がかかりまして、知事さんの前でやっぱりオレンジキャラバンとして講座を持ってきました。その時のみんなで撮った記念写真です。ああ、よかったですね、皆さんに見ていただいて、ね、知事さんもとてもよく笑っていただいて、ああそうですか、ね、よかったです、はい、理解できたってお話しいただけました、はい、ありがとうございます。これでメンバーの皆さんがね活動をしていていろいろあの反響があったと思うんですけれども、あの活動をしていてよかったなとか嬉しかったとか、感じたことを聞かせてください。じゃあ丸山さん、丸山さん、あの小山さん、小山さんです、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、あのそうですね、講座をあの聞いたっていうところで、あの65歳ぐらいの方だったんですけれど、将来に対する不安が何か少し取り除かれたっていうふうにおっしゃってました。その漠然とあの認知症っていうものがね、あのただ不安だけが煽ってたんだけれど、まあ、あの5年前は地方って言われて、なんか人権もね無視されたような言葉で表現されていましたし、それが認知症って今日あのこの講座を聞いて、あの自分の将来は少しなんか不安も取り除かれたし、これから少し元気を出してやっていこうなんていうふうに言葉をいただいてね、嬉しかったですね。よかったですよね、本当に、何かその先のね、ことがね、不安がね、なんか解消されたっていうような話でした。うんうん、これ本当に誰もが、誰がなるっていうことはないですもんね。私たちも本当にみんな、はい、それぞれあの高齢者になってきてますし、あの本当に先のことが心配っていうことがあるんですけれども、こうして皆さんにこう地道にあの認知症についてこう広めていっていただければ、本当に地域のそれぞれが支え合っていけるという地域づくりって本当に ありがたいと思います。そうですね、どうぞすいません、お願いします。講座を見た人がね、あそうかって、うん、私たち自分の地域からねあの徘徊してその行方不明になる人を出して恥ずかしい、じゃあみんなでちゃんとねあの地域で支えていこうということをもらった時はね、あ私たちの講座は本当に理解していただいたんだなと実感しました。いかがですか。私たちもねみんなで力を合わせて張り切って、うん、そうですよね、これからもね頑張っていこうと思ってますね、うんうん、なんか皆さん地域でね、うん、あの今日皆さんが見ていただくことによって、うん、同じものをここに共有して認知症ということに対してね、うん、共有してここにみんなで理解して見守るっていうね町になったらなっていうふうに、ね、思います。そうですね、それが本当に皆様が何ていうかしらその自分たちの使命としてやってらっしゃるっていうことなんですよね、一番訴えたいことですね、訴えたいことね、これをしてる人は特別なことをする人じゃないんですね。あの認知症の方を見たら温かく見守る、はい、そういう本当に難しくないです、ね、そうですね、はい、なかなかあの本当に認知症っていうとちょっとねあの皆さん身引けてしまいますけどね、本当にそんなことではないんだっていうことを皆さんにね教えて、ね、いただいてます。この間松浦さんもそのね講座でした後なんか認知症と病気をすごく分かりました、私たちの講座を見た時分かりました。なんかね、あのやっぱりあのみんながね、それぞれがその認知症っていうものをこう知っていければ、うん、やはりあの町の中っていうか、なんていうかしら、もう地域全体が変わってくるっていうことをね、うん、なんか実感しましたよね。ありがとうございます。うん、いえいえいえ、本当に上手でした。お恥ずかしいけど。なんか講座を開くたんびにね、いろんな、みんながこう知恵を絞って、そうです、ね、またこの場面が良くなったななんてね、うん、そうですよね、うんうん、あ本当によくできてると思いましたよ、私も私も楽しいですよね。ということです、はい。あ今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さんの活動がより広まることを期待しています、はい。
で歴史と文化の町松代ですが、皆さんの活動によって安心して暮らしていける松代の未来は明るいと心強く感じさせていただきました。またしゃべくり、あ、いいですか。しゃべくり松代をご覧の皆様ありがとうございました。次週の予告を続けてお送りいたします。さて来週のしゃべくり松代ですけれども、パーソナリティは私ども松代テレビ局の技術部、そしてカメラなど本当に万能選手ですね。はい、今ね、日本松さんですね。セットしてきましたからね。セット、そうですよね。ね、え、はい、はい、まだセットするんですか。この角度いいね、この角度ね。あ、そうですか。宮本さんそっくりじゃないこれ。ね、ね、そうですか。最初の予告もいいんだけど、これ言わなきゃ。これ、これ一番肝心でしょ。あ、これでしょ。あ、これ出るんでしょ。これ夕方ゲット、ちょっと持ってね。あ、はい、どうぞ。これを宣伝するんですか。うん、そう、いや恥ずかしいですね。やる前に自分のやつ恥ずかしいですね。なんかなんかちょっとよく見なサプライズじゃないですか。あれ、わー、びっくり。あれいや、うわー、すごいすごい。いや、私ね、今までこう今日6回目ですけどね、今度はびっくりしましたね。でしょ。私に黙ってやってましたね、これは。サプライズ、サプライズ。いやー、すごいですね。いや、まだ説明してなかったですね。12月8日、明日、明後日ですかね。明後日夕方ゲットね、私と宮田さんも出るんですかね。いや、わかりません。あ、多分出ると思うんですね。かもしれない。あ、かもしれない。ということで、ちょっとあなた今ちょっとね緊張してますね。こんなことされてね、なんか引っ掛けたりして緊張しちゃったね。柄にもなくね緊張しましたね。はい、ということで、これは置いといてですね。はい、置いといて。はい、あれ、うどん屋さんって言ってくれた。いや今緊張しちゃったのでね。いや、あのね、私今日6回目ですけどね、一番緊張しましたね。そう、なんか宮本とはちょっと飛んでちゃいましたね。もう一回この角度。ああ、そうですね。ここ、ね、はい、はい、そういうわけで。あ、そうですね。はい、いや、はい、ちょっと本職まだ行ってない。本職うどん屋さん。そう、美味しいうどん屋さん。そう、そこポイントだからね。ね、はい、そうですね。日本松さん。はい。あの店の近くのね、あの豊坂小学校ね、ここのあの学校からちょっと依頼を受けましてね、うどん教室やってくれ、生徒に教えてくれって言われて、それでね、あの10月の4日の日に行ってきたんですよ。で最近ね、どうもね、みんな腕を上げたと見えてね、うちの暇、あのね、店暇になっちゃって、全然ある、ね、それは教師やってる。で、うん、だからね、来週はね、その店の宣伝も兼ねて、あ、いいプレゼントもね、用意しちゃう。
じゃあ、ね、宣伝料でこれ町のテレビ局やってきますね。いやそこまではメンミクラの宣伝料で、じゃあ、 特別で50万円ぐらいでやりましょう ね、 そうね、はい、じゃあ来週はメンミクラの提供で町のテレビ局やりますか。また来週あここに書いてありますからね。ここにありますね。はい、ということで、はい、今日は緊張の予告編でした。終わっていいんですか。終わっていいんですか。終わっていいですか。はい、はい、ありがとうございます。ディレクターが終わっていいって言ってますね。はい、それでは来週お楽しみに。しゃべくり松代、また見てね。
情報。Thank you.